お前ら、やっと来たか。結構長い間、あいつらを追いかけてたんだが、結局、一人も見当たらなかったから、先に戻っちまってたぜ。どうだ、お前らの方は、なんか収穫はあったのか？あったと言うべきか、なかったと言うべきか。そうかそうか、お前らも奴らを見失っちまったんだな。だが大丈夫だ、俺様は新しいプランを思いついたからね。どんなプランなんだ？忍ぶの奴がリーウェイで勉強して帰ってきた時、あることわざを教えてくれた記憶がある。確か何かの虫が伺い、何かの鳥が後ろにいる的な。そう、それだ。お前も忍から聞いたか？前回俺様は人を脅かすことに夢中になるあまり、逆にあの人をたぶらかしてた連中に脅かされちまった。今回俺様はまず近くで状況を見て、あいつら3人が出てたら俺様の方から奇襲をかけるつもりだぜ。まあお前らの方はとりあえず前回と同じく安心して肝試し大会に参加すりゃいい。じゃあまた後でな。あいつまたいきなりどっか行っちゃったぜ。でもあいつの計画は確かにいいかもな。オイラたちの方もミコのお姉さんのところに行って肝試し大会の2回戦に参加しようぜ。お二方、肝試し大会での1回目の勝利、おめでとうございます。これで、漆黒ドロドロの真実にまた一歩近づくことができましたね。果たして、これはいいことなのでしょうか？それとも、悪いことなのでしょうか？意味不明な話はそこまでにしとけよ。それよりオイラたち、さっきすごーく怖いやつに会ったんだぜ。そうなのですね。どうもありがとうございます。肝試し大会の主催側にとって、すごく怖いという嘆きのお言葉はある種の褒め言葉ですので。そうじゃないぞ。この肝試し大会に何かおかしなやつが紛れ込んでるって言ってるんだ。そのことで何か不都合でも？肝試し大会にまつわる話はあなたたちも聞いたことがあるはずですよね。肝試し大会に参加するすべての人の気持ちはとても複雑なものです。心の奥底で恐怖を抱く対象が目の前に現れることに怯えながらも、普段と違う刺激を味わえることを期待しているのです。しんとした真っ暗な森の中に、その期待に応える何かが存在しているというのは至極当然のことではありませんか？今あなたたちの後ろで凶悪な笑みを浮かべる怪物が、あなたたちの振り返る瞬間を待っているように。やめろさすがですね。この程度の話ではあなたを脅かすには物足りないようです。また小さな試練を乗り越えられましたね。おめでとうございます。肝試し大会の第2回戦は間もなく開始します。
お相手の方はいかがですか？あれ、オイラたちすでに。確かに前回、あなたたちは素晴らしいご活躍で勝利されました。そのままの組で勝負したいというお気持ちも理解できます。しかし残念ながら、この肝試し大会では、毎回新しい仲間と共に挑戦する必要があるのです。もし試合が開始されるまでに。ああ、もう分かってるぞ。試合開始までに組めなかったら、そのまま退出扱いになるって言うんだろ。近くにまだチームを組んでいない奴がいるかどうか確認してみようぜ。つぶった。そうすれば怖くなくなる。でも目をつぶると寝入ってしまう。前回はいきなり飛び出してきた牛の頭の大きな魔物にびっくりして慌てて木の後ろに隠れた。目をつぶってしばらく隠れるつもりだったが、あんまり暗いから、うっかり寝てしまった。目が覚めたのは、試合が終わった後だった。牛の頭をした大きな魔物って、牛尾のことか。そしたら、二周目で節とチームを組んでくれる人がいなくなった。それはかわいそうだな。お、ちょっと待てよ。そういえば、さよはなんで肝試し大会に参加しに来たんだよ。驚くと背が伸びると聞いたから。方法だよ。どう聞いても怪しいぞ。本当かどうか説もわからない。でも背が伸びると聞いたからには試してみたい。さゆはまだ相手がいないんだろ。どうする？さゆと組むか？うん、大丈夫。そもそもこれは説のことだから。節は頑張って恐怖を、そして眠気を克服するぞ。でももし節と組みたくなったらいつでも声をかけてくれ。よっ、肝試し大会の1周目を勝ち抜いたって聞いたよ。おめでとう。トーマ、お前も1周目からいたのか？うん、でも前回俺の後をこっそりつけてるやつがいる気がしてさ。シャブ業のものじゃなさそうだし、誰かがわざとこの催しを破壊しに来たんじゃないかと思って捕まえようとしたんだ。だけどあいつは思った以上に逃げ足が速くて結局逃げられちゃって、気づいたら試合も終わってたよ。もしかして
そいつは破壊しに来たんじゃなくて、人を脅かすために来たんじゃないか。人を脅かしに肝試し大会に？うん、確かにそういう変わったやつもいるだろうけど、それより今度こそ俺は腕を振るうつもりだよ。うん、そういえばトーマは階段が好きだって言ってたような。そうなんだ。だから俺が本気を出せば君たちの手強いライバルになるかもね。ははっ、冗談さ。俺は商品なんかに興味ない。遊ぶために来ただけだ。せっかく若がくれた休暇だし、試合の勝ち負けよりもちゃんと羽を伸ばしたいんだ。君たちは相手はいるのかい？よかったら俺と組まない？うん、まあそうだよね。いい仲間を見つけて今回も試合を勝ち取れることを願ってるよ。君も聞いただろ？鳴神大社が用意した特別な報酬を獲得するには3連勝する必要があるって。それが一体何なのか俺も見てみたいんだ。今そのチャンスがあるのは君しかいないからね。が、やっぱ来てたんやな。ユイミヤもいたんだな。うちのことやったら前回からとっくに参加してたで。まあちょっと回るんが早かったからそれで会えへんかったんかもしれへんな。第一回戦で勝ったんはあんたらやって聞いたで。めっちゃすごいやんか。うちも最後の最後団子牛乳の隠し場所は見つけたんやけどな、一歩遅かったわ。実はどうやって見つけたのかはオイラもよく分かってないんだ。こいつの後ろにずっと隠れてたらいつの間にか勝ってたんだぜ。へえ、あんた見かけによらず肝試し大会の達人やねんな。そういうことやったらうちと組まへん？うちらが力合わせたら次も絶対楽に勝てるやろ。せやな。よう考えな、一番ええ相棒は選べへん。さすがは前回の勝者やわ。言うてうちもすごいねんで。うちはもう何回も肝試し大会に参加したことがあるさかい。うちと組んだらごっつい競争相手を一人仲間にできんねんで。よう考えてや。や、うちと組まへんか？ええん？よかった。安心してえな。うちを選んだことは間違ってへんかったって証明したるで。一気に試合を勝ち取るんや。花火が空に上がるみたいにな。シュパーッと他の人が反応もできへんうちに試合は終わりっちゅうことや。どうやらお相手が見つかったようですね。今回も引き続き幸運に恵まれるのでしょうか。もちろん勝利そのものが幸運であるかどうかは考えものですが。
とにかく今回探してきてほしいものを発表しますね。その名も扇です。扇っていうとオイラも知ってるあの扇子のことか。シャブ業の当主自らお選びになった扇は今鎮守の森のとある場所で静かに眠っています。さて導きの準備はすでに整いました。しかし森に潜む暗闇も迫ってきています。持ちこたえられそうにない時は諦めるのが一命を取り留めるための道かもしれませんよ。諦めたりなんかしないぞ。さ、出発だ。他の人に先越されたらあかんで。他のとこを寄ってみたり？でもやっぱり先に肝試ししよう。どうやらはもちろん。とにかくその名扇って言ってシャブ業のとさて諦めたりな。何か落ちてきたぞ。早くどっかやってくれ。ほんま？見してみ。おなんかめっちゃ強そうやし、うちが持っとくわ。今度の鬼カブトムシ大会はこいつらに任せよっと。おかしいな。ポンちゃんはなんでスミレ売りになってしもた？おい、オイラはここだぞ。あれはどう見てもオイラじゃないだろ。ん？そしたらこれ一体なんやろ。あ、飛んでしもた。逃げといてな。うちによう見せて。ちゃん疲れてしもた？ちょっと休む？おう、ここらで一休みしよう。ちょっと待て。あの彫像ってこっちを向いてたか？ろうそくも消えた。もしかして何かが近づいてきてるのか？出発！他の人に先越されたらあかんで。
が行さあるで。綺麗やな。でもよう見たら提灯が空中に浮かんどるように見えるで。一体どういう仕組みなんやろ。どう見てもおかしいだろ。ちょっと肩借りたらあかん。あんたの肩に乗って一針取ってみたんや。今はそんなことしてる場合じゃないだろ。ん？なんでこんなとこに屋台があるんやろ。途中で休憩できるようになっとるんかな。なあ、ジュースを3杯頼むわ。今回はうちのおごりや。やった、ありがとな。誰かおらへんの？変やな、誰もおらへんわ。残念やけど先進もっか。この先道がないぞ。うわ、センスは一体どこに隠してあるんだよ。あれ、ここにも屋台があるのか。それになんだか見覚えがあるような。いや違うぞ、これってさっきの屋台じゃないか。探してるものじゃない。ぬか喜びさせられたぞ。なあ、オイラの錯覚かもしれないけど、そこに変な影がないか。ほんまや、さっき来た時はなかったやんな。誰もおらへんのに影がある。これってほんまの階段なんちゃう？見に行ってみような。そういえば、なんか音聞こえへん？音？祠の方から聞こえるみたいなんやけど。そういや、人から聞いた話なんやけどな、一部の悪霊は祠に封印されとって、夜になると中から叩いてくるらしいで。ほんで人が近づいたら突然飛び出してきて、近くにおった人を中に捕らえて自分の身代わりにするんやって。なんや、猫か。残念やわ、生きとる悪霊が見れるかもって期待したのに。うん、よかった。ここじゃないみたいだな。違うルートで行ってみようぜ。
のうちはこれが探しとった扇ちゃうか。綺麗な模様が描かれとるわ。花火やろか。とにかく祭りの雰囲気って感じやわ。これが見つかったってことは、うちらは今回の試合に勝ったっていうことやんな。これ持って戻ろ。うん、やっと終わった。イットはまだ怪しい奴らを追いかけてるのか。おいらなんだか心配だぞ。ちょっと探してみないか。ん、なんか他に用事あるん。そやったらうちが先にうちは持って帰っとこか。お、ありがとな。気にせんといて。あんたらと一緒に肝試し大会に参加できて楽しかったわ。またなんか楽しいことがあったらうちにも声かけてな。これでもう逃げ場はないだろう。あんたら早く逃げろ。おいらのことはほっといてくれ。おい、俺様のことをなめてんのか。今日は一人も逃がさねえぞ。イットだ。あの三人を捕まえたらしいぜ。早く行ってみよう。逃げろって言ったのに、どうして逃げなかったんだよ。何を言っておる。我らがそなたを放っておくわけがなかろう。もう何も言うな。そんなに食いたいなら僕たち三人をまとめて食うがいい。たとえお前の腹の中に入ったって僕たちは屈しないからな。食べるだの食べないだの、お前らは何かの美味しい食べ物が幽霊になったやつなのか。イットもなんでずっと黙ってるんだよ。こいつらなんか見覚えがあるんだよな。あ、鬼バーバが見せてくれた妖怪百科に載ってたやつらじゃねえか。ヨーコとカッパ、それに一つ目小僧だ。そうだろ、こいつら妖怪だぜ。ようやくわかったか。おいら一目見た時からわかってたぞ。あんたは鬼だよな。気性が荒く底知れぬ力の持ち主で、見かける妖怪すべてを丸くこねて食ってしまうっていう鬼だ。そんなデタラメな噂、一体どこの誰が流しやがったんだ。それにお前らこそずっと人をたぶらかしやがって、一体何の真似だ。俺様は見たぞ。お前らがこっそりこいつの後ろをついて回って、いろんな変なものを出しながらこいつを脅かそうとしてたのをな。お前らの仕業だったのかよ。人を脅かすつもりはなかったんだ。おいらたちはただ、
本当か？怒ってないのか？さっきは何回も脅かされたけど、どうやらお前らもわざとやってたわけじゃなさそうだしな。とにかくまず理由を聞いてから許すかどうかは考えるぜ。実は我らは祭りを開催したいのだ。妖怪たちが主催し人も参加できる祭りを。あ、エイが言ってたやつだな。三千花祭りか。その名前なら俺様にも馴染みがあるぜ。昔の大妖怪たちが開催したにぎやかな祭りだったらしい。俺様の新たぎ極上生成豪語大祭典にも劣らねえほどにね。三千花祭り、それは確かに我らの夢ではあるのだが、実際我らの祭りがその名にふさわしいというには程遠いというのは百も承知なのだ。百鬼夜行の時代はもう戻らぬ。我らはただ山に住まうしがない妖怪だ。ご覧の通り、我らにはほんの少しの妖力しか残っておらぬから、ちゃんとした祭りを開催するのは不可能なのだ。それでも我らはこの方法で人と接触したい。そして感謝の気持ちを伝えたい。感謝？そうだ、オイラたちは野外に住んでるから、いろんな魔物から襲撃を受けちまうんだ。あいつらはオイラたちの縄張りに入ってきて大暴れした上、食べ物を渡せって脅迫してくるんだ。時には殴られることもあった。オイラたちがようやく一息つけたのは、人間の冒険者たちが野に入って魔物を追い払ってくれたおかげだったんだ。なるほどね。人から恩を受けたからには力不足だとしても恩を返したいって考えるもんだよな。気を落とすことはねえ。お前らも堂々とした男だぜ。ってことは砂浜の秋津幽霊はお前らが用意したものだったのか？そうだよ、遊んだ？面白かった？伝説の中の秋津羽遊びを参考にして作ったんだ。たくさんの妖力を消耗してやっとのことで建てられた。妖力が残り少なくなったから森に屋台を置いてお祭りの雰囲気を盛り上げようとしたんだ。そなたたちにずっとついてたのはその反応を見たいからだったのだ。秋津幽霊ってそんなに大事なものなのか？どうして妖力をほとんどあれに使っちゃったんだよ。もっと美味しい食べ物の屋台を作ってくれたら、オイラはきっと旅人を連れて思いっきり食べてたぜ。そういうものなのか。実を言うと、我らは今まで人間に接触したことがなかった。だから何が好きなのかもわからなかったのだ。秋津幽霊を優先して建てたのはとある伝説を聞いたからだ。あ、それって
数百年前、妖怪と人間が祭りで出会った物語だ。数百年前、三千花祭りにとあるもののふが迷い込んだ。どうして人がここに？結界を張ったってのによ、まったく困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時、とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り、楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほー、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。人ごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。言い伝えによれば、三千花祭りは参加者を思う存分楽しませて帰らせるもので、秋津羽遊びは友情の印とされておった。だからこうして祭りをやろうという時、すぐに秋津羽遊びを思いついたのだ。だが本物の秋津羽遊びはとうの昔に消えておる。我らは通りすがりの商人から話を聞いてあれを作った。それで名前を秋津幽玄に変えたのだ。あれは僕たちのせいじゃない。おいらたちもどこに問題があったのかさっぱりなんだ。先日我らは秋津幽玄を封鎖して、どこが悪いのかしっかり調べた。だが結局何の問題も見つからんかった。妖力の不安定さが引き起こした特殊な状況なのやもしれない。こいつらが嘘を言ってるようには見えないぜ。本当に想定外だったのかもな。でも、あの事故から誰も来てくれなくなった。そう。それから水色の髪をしたアンちゃんがやってきたんだ。この一帯を回ってさ。鋭利な目つきであったから、おそらく我らに気づいていたのであろう。だが彼は何も言わずにすぐ去っていった。それでね、よくわからないけど、真珠の森にたくさんの人が来たんだ。秋津幽玄の方にもまた人が来るようになって、本当によかったよ。水色の髪のあんちゃん？そういえば、ハヤトが選んだ扇も祭り用のうちわだったよな。もしかしてあいつ、妖怪たちのことを知っててここで肝試し大会を開いたのか？なんだ、ハヤトの兄貴も肝試し大会に参加してたのか？もしかして鬼カブトムシを捕まえに来たのか？それならこの前俺様が捕まえた鬼カブトムシを連れてくればよかったぜ。そしたらしっかり勝負ができたのに。
そっか。そういえばイットってまだアヤトの正体を知らないんだよな。でも本当にホッとしたぞ。オイラたちがあった変な出来事はお化けのせいじゃなくて妖怪たちの仕業だったのか。へへん。本当のことが分かれば肝試しだってそんなに怖くないぞ。おい、お前らはきっと人間と遊びたいんだろう。俺様にはその気持ちがよくわかるぜ。今じゃ俺らのような妖怪は少数派だ。それで孤独に行動するなんてのはどうしても寂しくなるよな。こうしよう、俺様がお前らの願いを叶えてやる。俺様は妖怪でありながら人間界でも顔が利くんだぜ。この稲妻で俺様の名を知らねえやつはいねえ。行くぞ、俺様が案内してやる。オイラはもうそんなに怖くなくなったし、あたりを回ってみないか。妖怪たちは祭りをやりたいって言ってたよな。さっきまですごく怖かったから全然気づかなかったけどさ、よくよく思い返してみるとこの前浜辺で祭り関連のものを見た気がするぞ。行ってみようぜ。もしかしたら何か手伝えるかもしれないぞ。また君たち。私のところですでに散々な目にあったのにまだ近づこうだなんて、いい度胸してるわね。今度こそ手加減はしないわ。ここから離れないと私は。負けた人に一つだけ願いを叶えてもらうってことでどうだ？
元素ブロックを片付けるなんて。今回はもう勝ったも同然だぜ。ほら、お前の番だぞ。いいわ、見てなさい。ほぼ全部真ん中に当たってる。しかも旅人より早かったぞ。目のくらむような一曲だったな。おいら頭がフラフラしてきたぞ。お前はちゃんと見えたか？ルールが変わったって、君たちのような初心者には負けないわ。そっか、よく考えてみたらお前も妖怪なわけだもんな。秋津幽芸ってお前らが作ったわけだし、強いわけだし。いいぞ、オイラは約束を守るやつだからな。願いを一つ叶えてやるぜ。先に言っておくけど、オイラたちができないことや悪いことには乗らないぞ。願い？私は君たちと二度と会いたくない。だからこそ、私の前に二度と姿を見せないで、私に話しかけないで。これは君たちにできることよね。これは私からの最後通帳よ。次に会うことがあれば私は、君たちの魂を取るから。怖かったらもうここへ来ないで。おいらたち何か間違ったことでもしたか？そっか。でもあいつと秋津幽芸を遊べて楽しかったぞ。また会えたらいいな。イットの方はどうなってるんだろうな。帰ってみるか。せんでええって。うちは長野原花火屋の宵宮や。あ、昔すっごく遠い場所からだけど長野原の花火を見たことがあるよ。空で散っていくのがとても綺麗だった。ほんま？ほな約束しよ、また花火持って一緒に遊ぼな。本当、ありがとう。それと失礼ですが、こちらは楓原和葉様でしょうか？いかにも。様とつける必要などない、ただの四方をさまよう浪人でござる。昔野外であなたの剣さばきを目にして、あの時はたくさんの敵と立ち向かっていたにもかかわらず
落ち着いていらっしゃった。それはおそらく拙者が稲妻から離れた時のことでござろう。お主の言うほどではない。拙者も苦労してやっと離れることができたのでござる。それも上里家当主の助けがあってのこと。そういえばこちらがその恩人の妹君でござる。もしかしてあの白鷺の姫君。そんなにかしこまらせたも。こんなにすごい人と知り合えるなんて、僕は夢でも見てるのか。話しかけないのか。すまねえ、おいらは臆病者で。そうか？変だな。俺と話してるときはそんな感じはしないけど。おいらもなんでだかわからねえんだ。五郎様と話すときはペラペラ喋れて、なんとなく落ち着けるというか。この三人の中で肝っ玉が一番小さいのがオイラなんだ。前水の中に石を投げる人がいたんだけど、それだけでオイラはビビって水の中に何日も隠れてた。あ、すまねえ、無意識に自分の悩みを語り始めちまった。変だな、昔はこんなんじゃなかったのに。大丈夫だぞ、みんな向き不向きがある。大事なのは勇気を出して変わろうとすることだ。なあ、何の話をしてるんだ。俺たちも入れてくれよ。カッパ、初めて見た。こんにちは。本当に荒滝様には感謝するばかりだ。こんなにすごい方々を連れてこられるとは。なんてったって俺様は最強無敵の荒滝ユイガー独尊一党だからな。それに俺様が親分やってる荒滝派にいる奴らはみんな名の通ったやつばかりだ。おい一党、また嘘ついてるな。みんなは肝試し大会に来ただけで、お前に連れられてきたわけじゃないだろ。それにほとんどのやつはお前と大して仲良くないじゃないか。くそ、こんな時にバラすなよ、パイモン。ひひ、教えてやるよ。イットはそんなにすごくないんだぞ。稲妻の人脈王といえばやっぱりこのオイラと、この隣にいる旅人だ。なんだと？誰の知り合いが一番多いか、俺様と勝負してみるか。やるなら付き合うぞ。怖いことなんかあるもんか。ごふん、お二人とも喧嘩はやめるのだ。私から見ればみんなすごい人だ。しかも羨むほどの友情がある。それは
釜井様とお侍様のような。それはもちろん。おやばー、俺様の子分たちだ。まずい、俺様としたことが妖怪たちのことばかり気にしてこいつらをビビらせることを忘れてたぜ。親分お前ら帰ってきたか。俺は親分、ごめんなさい。はぁ、あ、親分の賢明な判断を疑ったなんて。肝試し大会、マジで怖かった。幽霊、ここ絶対幽霊がいるって。今思い返しても震えが止まらない。でもこの刺激は確かに楽しくもあったな。だから言っただろ、お前らが信じなかっただけだ。ほらほら、もう怖がるな。俺様からの種明かしだ。本当はだな、ここに幽霊なんざいやしねえ。お前らが見た怖いもんは妖怪たちの仕業で、単なる誤解なんだ。だよな。そのすまぬが、このお三方は知らぬ。そなたたちがどこへ行き何を見たのかは分からぬが、我らとは無関係なはず。あ？え？いや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 、ようこの姉ちゃん、今は冗談の時じゃないぜ。状況はよくわからぬが、私は冗談など申さぬ。お前らじゃないとしたら、まさか肝試し大会に本当に幽霊がいるのか。そうそう、あいつお前らの仲間だろ。オイラたちと一緒に秋津遊芸までして遊んだんだぞ。お二人が会ったという方は知らぬが、今回祭りをやりたいと思ったのは我ら三人だけ。助けてくれー、オイラたち幽霊に会ったぞー。おい、助けてー。落ち着け、とりあえず落ち着け、落ち着け。やかましいな。あ、お前は天領奉行の平蔵。安心してよ、たとえ幽霊がいたって君たちのうるさい声を聞いたら気絶するって。一等、その子分たちを連れて他の人たちにも状況を説明してきてくれる？旅人パイモン、僕についてきて。おう、うん。映像がいてくれればなんだか
がちょっとだけ安心だぜ。怖がるな。何があろうと俺様はお前らを守るぜ。黙念黙想、常に静かで清らかであれ。神器のことは気にすることなかれ。ああ、これは三五宮様が虎の巻に書いた言葉なんだ。三五宮様はやましいところがないから恐れる必要はないと言ってた。三五宮様がここにいればよかったのに。彼女ならここで何が起こったのかすぐにはっきりさせられたはずだ。まさか本当に噂通り肝試し大会ではおかしなことが起こるものなのでしょうか。どうかお気をつけて。若はこの状況を予想していたはず。俺は若を信頼している。しかしお嬢もまだここにいる。念のため早くはっきりさせないとな。風には不安が漂い、恐怖は蔓延する。これこそが肝試し大会のあるべき姿かもしれぬな。拙者にとっても珍しい体験でござる。ほんまに幽霊が混ざり込んだ？うちも探すわ。まだ幽霊にはそんな会ったことないね。めっちゃ気になるわ。しー、ここは雪がいつも隠れている場所、安全だ。一つ秘訣を教えてやる。目を塞げば怖いものは消える。あの巫女は僕たちに3周目を完遂してほしいみたいだね。でも彼女は まさか幽霊に連れ去られたのか。次はまさかオイラだったりしないよな。筆跡は乱雑だけど周りに抵抗した痕跡はない。確かに変だね。
それにしても字が少し多いな。3試合で使った3つのものはそれぞれ3つの勢力によって選ばれたものだと僕は考える。資金を支援した商人は団子牛乳を選び、人手を提供したシャブ業は内輪を選んだ。そして羽子板は多分鳴神大社の人が選んだんだろうね。何か特別な意味があるのかな。意味なんて今はいいんだよ。それよりオイラたち本当に肝試し大会の3週目に参加するのか。そりゃ噂の豪華ご神物にも興味はあるけど、オイラは安全の方が大事だと思うぞ。戦略的撤退っていうのはどうだ。僕はここに残るよ。依頼はまだ終わってないからね。未知は恐怖をもたらす。未知から真相を探すのが探偵の仕事ってこと。わかった。平蔵がそういうのを聞いたら確かにさっきよりは怖くなくなったぞ。うん、じゃあオイラたちも少し待ってみようぜ。もしかしたら巫女のお姉さんもたまたま用事があって離れただけで、またすぐ戻ってくるかもしれないしな。自分で肝試し大会の3周目をクリアするしかないみたいだ。今回の組み分けはどうする？
ひゅっ。
っ